本日は4月3日に行われた K1 ワールドグランプリスーパーライト級タイトルマッチ、王者山崎秀明 VS 挑戦者大和哲也にて、戦前の下馬評を大きく覆す1ラウンド KO 勝利を収めた大和哲也選手に対して、ライジンファイターの平本蓮選手が気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。試合は1ラウンド、遠い間合いからの出入りを得意とする山崎秀明選手に対して、普段は使わないステップを駆使し対応する大和哲也選手。試合開始50秒、山崎秀明選手の得意の踏み込み右ストレートをかわし、大和哲也選手の伝家の宝刀カウンターの左フックが炸裂し、大の字に倒れる山崎秀明選手。そのまま立ち上がることができず、大和哲也選手が衝撃の1ラウンド KO 勝利を収め、第6代 K1 スーパーライト級王者に輝きました。この下馬評を大きく覆す大金星に対して、ライジンファイターの平本蓮選手はツイッターにて、マジかよ、すげえ、やべえ、大和哲也対抗戦前に、この荒れるこの感じ超面白いな、今日の無差別級トーナメントの優勝者とラオウ丸が6月のメインになるのかな、大和哲也が起こしたこの凄さをたくさんの人に伝わってほしい、 K1 面白すぎる、ライジンキック最高と、大和哲也選手の大金星に対して興奮するツイートを繰り返しております。注目の集まる大和哲也選手の次戦はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。